第4話、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、第4話、うんうん、はい、ムグルマ先生にさ言われてた、やり直しって言われてたんです。そう、あ、胸がね、ちょっと見せて、見せて、どんな、え、確かに落ちてないんですよ。じゃあ一回その、はい、マジだったを見せてほしい。やる気なそれは怒られるな。あるてやな言われるよ、そりゃ。顔どうした？いや、やる気な。それは怒られますよ。それに怒られちゃうわ。ダメですよ。はい、すみません。まだそんなことは置いといて。はい、プレゼントの告知をしたいと思います。皆さんお待ちかねでしょうか。はい、ありがとうございます。なんだ？お、一つ目はこちらです。初登場、テトラのサイン入りサイリウムです。サイリウム、うわー、めっちゃ光るんですよ。めっちゃ光る。これはゲットするしかないです、皆さん。そしてもう一つあるみたいです。はい、はい、なんとなんと、うん、こちら、うん、こちら、うん、なんだ、わからないことはいつでも聞いてください付箋です。何それ、それ何、何それ、何それって聞いた。いや、これはもうね、見てる方はわかると思いますが、文箱を拾いました。耳鼻の家の欲しい方もいると思うので、文箱の底からちょっと濡れてたやつですけど引っ張り出してきました。この2つをね、はい、プレゼントしたいと思います。こちらまでご応募ください。お待ちしてます。お願いします。はい、そして第4話は私あかりがミミカにあるメッセージを送ったとこで終わったんですが、はい、え、何、この先は言えない。なんでやねん秘密たい、え、聞きたい。え、これは気になりますね。第5話見ないとですね。見ないとですね。第5話見てください、見てください。ちょっと気になるよ。